明日からいよいよ待ちに待った林間学校、自然と戯れる4泊5日の癒し旅、勉強のことは忘れ、昼はテニスに川遊び、夜は山の幸に舌鼓打ち温泉でまったり、ついでに近くの森でカブトムシ捕まえて売れば、メイドカフェ全メニュー1週間毎日連続制覇も夢じゃない。いや、それより先輩に聞いた話だと、近くの別荘で療養中の白いワンピースの美少女ってのがいるらしい。おお、あーうん、林間学校ってそんなに楽しいんか。おお、そりゃもう先輩から聞いた話によればだな。あ、見とくちゃん。聞いてねえ。よし、教室に戻ろう。俺たちクラスが違うもんな。パンの耳を食べ歩くな。なんで寺なんだよ。聖火の林間学校はフリーダムなパラダイスで、ウハウハエンジョイライフって先輩が口を揃えて言ってたじゃねえか。別荘で療養中の白いワンピースの美少女はどこにいるんだよ。こんな山奥じゃ誰もいねえよ。先輩たちの話は何だったんだ。全部嘘だよ。聖火伝統の2年騙しだそうだ。2年騙し。何年前からかは知らないが、この林間学校のあまりの面白みのなさに絶望した者が後輩に嘘をついて無駄に期待させることで鬱憤を晴らしたらしい。林間学校、そりゃもうすげえ楽しかったぜ。先輩なんかやつれてません？楽しすぎて痩せちまったんだっつーの。お前も来年楽しみにしとけよ。とにかくすげえから。そして嘘をつかれた者たちの鬱憤がネズミ山式に増えた結果がこれだ。そんなひどすぎる。俺たちの夢と希望を、こんな林間学校やってられるな。甘えるな。これは歴史とした授業なんだ。遊びに来たんじゃない。分かったらさっさと仕事を続けたんじゃん。おお、出たぞ嵐の転校生。今日もいいバカっぷりだな日向。早速愛の告白タイムか。あっさまー。今は自由時間じゃない。さっさと持ち場に戻れ。会長冷たいんじゃないの。どうやら最近の私は少々厳しさが足りなかったようだ。薄いか、もうやめてください。会長、助けてください。何やってるんだお前ら。仲良く掃除してるだけだよ。嘘ですよ。なんだかわからないけど、ずっと僕引きずり回されてるんです。わかった、その変態は私が引き止めておくから。まったく、お前は姿を見ないと思ったら何してんだ。今のうちに逃げろ。日向も来い。何、誰かさんにやきもち焼いて拗ねてただけ。悪い。悪いに決まってるだろ。そんなことがサボりと雪村をからかう理由になるか。立派な理由だよ。もういいから早く掃除しろ。はあ、ダメだ。なんでいつまで経っても薄いにペース崩されてんだ。あれ、美咲さん。さすがに準備早いね。おう、もうひたすら座禅とかお説教とか掃除とかでクタクタだよ。でもまだ女子は夕飯作りでラッキーですね。三子なんて滝行だもんね。ああ、そこ手が空いてれば米を研いでおくれ。あと野菜のクズはそっちにまとめてあるから。かっこいい。でもやっぱり美咲はすごいよね。テキパキみんなをまとめられるし。そうか、ありがとう。それに食器を先に洗っといた方がいいなんて思いつきもしなかった。きっと直前までこんなに汚れてるなんて気づかなかったですね。ああ、それはメイドラテで店長がいつも気を配っているところだからなんて言えない。それは、ああいや、なんでもない。っていうかさ、日向君とどうなの。え、なんだ急に。今そんな話してなかったの。だってずっと気になってたんだもん。さくらさんの林間学校最大の目的は美咲さんと恋愛話をすることだそうです。こういうイベントには恋愛話でしょ。ナイスタイミングで日向くんの登場だし、他のみんなも興味津々ですよ。何なんだ一体。どうもこうもない。あいつはただの幼馴染、それだけだ。それ以上の何かはないの。ない。だいたいそんなことに気を取られている暇なんてないんだ。私は聖火の生徒会長としてやるべきことがたくさんあるから、昔みたいにあいつの面倒ばかり見てられない。うわ、冷てぇ。いてててて、地獄だ。おお、すげえ、うひょ。おい、一人だけ喜んでるやつがいるぞ。お前ほんと野生児みたいだよな。つか中身小学生だろ。あ、そうか。お前何飲み食ってんだ。いろんな意味で怖いもの知らずなやつだな。あ、
ぞ、ひなた。おい、お前薄井さんに何言って。やっぱお前かっこいいな。おお、筋肉も結構あるんやな、お前。おい、ひなた、いろいろ危なすぎるから。俺も女やったら惚れちゃうかも。はぁ、ダメですよ、そんな不用意な言葉を。だって、なんといっても相手は薄井さんなんですよ。あ、なんかまずいのか。まずいっていうか、襲われても知りませんよ。何言ってんだ、俺男やで。薄井さんはそんなの関係ないんですよ。お、なんやろ、あのうまそうな赤い実は。ちょ、待ってください、新谷くん、話がまだ。座禅や掃除だけでなく、食事や入浴、トイレなども全て修行の場です。本来は一切の死後は禁じておりますが、今夜に限り多少の会話は構いません。では、いただきます。スクが、カレーってお椀によそうものだっけ。つかこれ肉かと思ったらこんにゃく。こんにゃくカレーって。おかわり。おい、ひなた。おかわりはございません。足りんよ。食物のありがたみをゆっくり噛みしめ。噛みしめたけど足りん。すげえ腹減ってんの我慢しちょったんに。何やってんだあのバカ。はあ、罰として外掃除か、こんな夜中に。容赦ねえな、肝試しより怖いんじゃねえか。でも日向のことだから、掃除しないで食い物探しそうだよな。墓に備えてあるお菓子とか食ってたりな。あり得るな、あいつ一人にしておくと何すか分かんねえから。だよな。ああもう、たく、なんでこうも心配ばっかりさせるやつなんだ新谷は。どこ行ったあのバカ。ないな、懐中電灯。明かりがあったら山の中に食い物を探しに行けると思ったのに。何勝手に蔵に入ってんだ、泥棒にでもなるつもりか。美咲ちゃん、違うっちゃ、ちょっと懐中電灯を借りようと。黙れ、さっさと出るぞ。こんなところ寺の人に見つかったら。おかしいな、どうして開いてるんだ。おい、誰か中にいるのか。誰かが閉め忘れたんだな、まったく。鍵かけられた。開かない。他に外に出られそうなところないよ。なんでとっさに隠れてしまったんだ。あの状況ならまだ正直に出たら話を聞いてもらえたかもしれないのに。でも、これって密室に二人閉じ込められてドキドキっていうやつなんじゃ。大丈夫、俺こういうのこの前漫画で読んだとこやから。まず食材の確保で、暖を取らなきゃ。いや全然寒くないんだが。携帯ないし無線か、やっぱり。無線って、あでもどうしよう、朝まで裸で抱き合って寝るなんて。俺にはまだ。何の漫画を読んでたんだお前は。美咲ちゃんもドキドキせんの、二人きりや。なんで私がドキドキするんだよ。それより早くここから出る方法だな。俺、ん、俺たちも16の男と女だよ。シンタに、美咲ちゃんは俺のことそんな風に思ったことないかもしれんけど、俺美咲ちゃんにはちゃんと男として見てほしい。なんだ、どうした。いや、なんかやっぱこういうの恥ずかしいな。ダメだ、どうしよう、むっちゃかまつい、赤くなっちゃうよな俺。ちょ、そんな見んで、恥ずかしい。見ろと言ったり見るなと言ったり。私にどうして欲しいんだお前は。どうって、そりゃ俺と男として見て欲しいんでしょ。薄い、じゃあ俺は見てあげるよ、男として。林間学校3日目も無事に終わった。最終日の明日はお寺を出てキャンプ場で一泊する。各班しっかりと天候を取るように。
3日連続の厳しい修行で男子は暴れる気力も残ってないみたいだな。でも美咲、私先輩から聞いたんだけど、4日目は女子が最悪の危険にさらされるって。何？うおー、かっこだ薄い匠。はあ、昨日からずっと何なんだお前ら。心構わず喧嘩するな。喧嘩じゃないっちゃ。これは男と男の熱い対話やってな、たくみ。そうだね、三下くん。やけん俺は新谷ひなた。あれ、そんな名前だっけ。男としては三下くん。三下じゃないっちゃ。じゃあうざさの面では一流くん。それも違う。静かに反省してなさい。たくあいつらはなんであんなに無駄に元気なんだ。元気なことに無駄なんてありませんよ。そうそう、全力で生きるなんて素晴らしいことじゃないですか。健康な体であればこそ味わえる幸せもある。普段はそれをつい忘れてしまいますがね。極限を感じて初めて気づくなんて、我々もまだまだ未熟だったというわけですね。とりあえずそろそろ就寝しましょう。今日の私たちを生かしてくれた全ての恵みに感謝して。男子たちが三馬鹿ですら下脱の境地に達している。このままじゃ俺、全身くまなく刺されて、明日の朝にはまるで別人のようにパンパンになっちゃうんかも。そりゃ大変だ。匠は平気なんか？さっきからすんごいカーいっぱいいるのに。モテモテでよかったじゃない、三下くん。相手は蚊だけ。だから三下って！騒いだらまた会長に叱られるよ。ああ、なあ、匠って美咲ちゃんのこと好きなんか？つうか、二人は付き合っちゃうのか？付き合ってたらこんな面倒なことしてないだろうね。よりによって超大雨になるとは。やっとお寺から出てキャンプできる最後の一泊なのに。なんかもう男子たちはゾンビ化してますね。でもあれなら先輩の話も心配ないかも。そういえば何か言ってたな。4日目は女子が最悪の危険にさらされるとか。ああ、やっと着いた。テニスコートとかあるんだ。お風呂って温泉なんだ。今すぐ入りたい。夜はここでバーベキューみたいだな。超久々にお肉だ。うん、お寺の精進料理じゃ食べた気がしなかったもんね。朝から晩まで動きっぱなしですっごいお腹空くのにね。あれ、なんだろう、ちょっとした楽園が見えない。何なんだお前ら。列に戻れ。これ以上女子に近づくな。やっぱり先輩が言ってた通りだ。どういうことなんだ。ほら、お寺で3日間ひたすら座禅とか説教とか掃除とか、ご飯も少なく朝も早くて寝不足で、その欲求不満を抱えた男子はお寺を出た4日目に一気に理性を失って女子を襲い始めるって。逃げろ。もはや女なら何でもいいんでしょうね。最低。女子は早く答えて避難を。例年より暴走が早いぞ。お前ら正気に戻れ。あんな男子初めて見た。嫌すぎだよ。寺での3日間女子の運動量が少なかったのは、4日目のこういう非常事態に備えてのことだとも聞きました。去年までも同じことが起こってるってことか。毎年4日目は男子と女子の間に先生が厳重なバリケードを作るそうです。とりあえずそのおかげで今まで女子は無事だったようですから、こちらから男子に近づかない限り。大変だよ。大雨でキャンプ場近くの川が決壊して、先生たちバリケード作ってるどころじゃなくなったって。それじゃあ今男子たちの話ってこと？なーに。腹減った。たくみ、なんか食いもん。今夜はバーベキューってことはもう食材は用意されてるはずなんだよな。先生連中全然戻ってこられねえんだろ。よし、一足早く頂戴しに行くか。おお、お前ら行かねえの？あー、いや、空腹よりもストレスの方が深刻な問題なんだよ。は？不思議だな、寺だと妙に穏やかだ。そういや、俺たちがこんな暇なら女子たちも暇してるよな。絶対勝てないけどな。女子暇だる。つーかあれだよ、
こんな大雨で不安に震えているに違いない。そうか、それはいけない。今すぐ俺たちが会いに行ってやるよ。なんか今すごい予感が。私も。ねえ美咲、本当に行くの？ああ、先生が非常事態なら生徒会でサポートして、みんなが混乱しないよう指示をもらってくる。でも男子は。いいか、みんな、万が一男子が来たら全力で侵入を阻止しろよ。本当に来やがったか、命知らずともが。あれ、美咲ちゃん、なんで新谷もいるんだよ。みんなが女子のところに行くって言うけん、俺も美咲ちゃんに会いたいなって。なんかこういうのすげえ楽しそうなんやもん。先生の目盗んでさ、女子とワイワイトランプとかで盛り上がって。新谷、こいつらがトランプごときで満足しそうな目をしているか。さすが鋭いな、会長は。全員突撃。やってんだ俺の美咲ちゃんに。乱暴するやつは誰だろうが許さん。その手を離せ。誰がお前の美咲ちゃんだ。いい加減空気を読め。こいつらは今正気じゃない。こんな状態で私のところへ行かせたら絶対彼が泣く事態になるだろう。大丈夫だよ会長、俺らただ遊びに行くだけだし。待て、何これ、鬼ごっこ。俺も混ぜて。無罪。じゃあ俺、鬼、早く逃げないと捕まえちゃう。おい、なんでこんなことに。無罪のやつ。だったら私も鬼だ。じゃあ俺も。それじゃあ遊ぼっか。鬼ごっこはまたこと。平和なルールで遊びましょう。鬼ごっこって言ったのに、なんで追いかけない？みんな逃げちゃったのに。それでいいんだよ、追い払うのが目的なんだから。これって鬼の勝ち？おう、勝ちだろ。あいつら匠が来てからなんか様子が変わっちゃった。ああ、それは薄井は他の男子に一目置かれてるみたいだからな。ああ、それは俺もこの林間学校で嫌というほど分かった。お前、すげえ男やな。何がって、いろいろやってとにかくすげーと思ったんやっちゃ。ボキャブラリーが少ないんだね、三下くん。三下言うな、あと難しい単語も使うな。バカだねって言ったんだよ三下くん。何？いや、気にしないでくれ。すでに食われてる。誰がいつの間に。これはパンの耳。すでにあいつが。なあ！というわけでバーベキューは男女別々に行うことになった。川の決壊も収まったそうで、先生たちはバリケードを大急ぎで作ってる。食事の時でも女子の安全は確実になるって。おかえり美咲。自慢なんだよ、帰ってくるの遅いし。無事でよかったです。なんだ、まだいたのか。ずいぶんな言い草だね。ちょっと付き合って。なんだこいつら、喧嘩ばっかしてると思ったら案外仲良くやっていけそうなんじゃないか。ぷとか思ってたでしょ。なんだよお前、気にするなって言っただろ。あいつにもそうやってはぐらかしてきたんだ。ねえ、相沢にとってあいつは特別な男。特別って別に、そりゃ幼馴染だから他の男子より付き合いはあるけど。ついつい目で追っちゃうほど心配したり。いつの話だよ。さあ、いつもそうなんじゃないの。あいつのこと気にしてるじゃない。それ気にするだろ、あいつバカだし問題行動ばっかするし、とにかく厄介だし。でもお前の方がもっと厄介だ。あ、放水。うすい。もう限界。あいつのせいで無駄に消耗した。
何がおかしいの？いや、男子はもうバーベキューやる時間だぞ。腹減ったなら早く。無理。もうしばらく動けない。あ、雨上がったな。そうだね。ちくしょう、新谷のやつ、生肉全部食いやがって。おい、あんなところにうまそうな子羊がいるぞ。せめてメスならな。お母さん。